はい、おじさんチャレンジ応援団長現役整体師プーさんです。本日も動画を見ていただきましてありがとうございます。本日のセルフエクササイズは、座り猫っていうのをお伝えしようと思ってます。で、猫っていうのは猫エクササイズということで、これまでも、何度かね、お伝えしてきてる中で、その、まあ、4番目というかね、ちょっと忘れてましたので、これも、お伝えしようかなと思って、今日ね、ご紹介するんですが、これまでね、猫エクササイズというと、まあ、こうやって、こういうバージョンですよね。こう言って、まあ、背骨を動かすためが目的なんですが、これとか、こう、壁なんかをね、こう使って、こういうやつとかね、それとか、それとか、寝ながらね、寝ながら、こういう形で、とかっていうのをお伝えしてきたんですが、今日はもうこう座るタイプですね。これだと、こう、結構こう座り仕事の人なんかがね、椅子に座りながらでもできると思いますので、すごいおすすめなね、猫エクササイズですので、ぜひね、ちょっと、チェック、私が実践しながら、ちょっとお見せしますので、ちょっと真似してみていただきたいなと思ってます。で、実際やり方ですが、まあ、正座、正座の普通でしたら正座ができるのであれば正座がいいんですが、まあ、椅子に座ってやられる方はね、それでも多分少しは効果あると思いますので、はい。で、実際にね、背骨を動かしていくんですが、で、やるところは、胸椎ですね。胸椎。ですね、胸の背骨ですね。それから腰椎、はい、この辺ですね。それから仙椎っていうんですけどね、はい、この3つをこう動かすということをちょっとやってみたいなと思ってます。で、やり方的にはですね、こう私がやりやすいなと思うのは、こう胸椎に関してはこの 胸骨ですね、前側ですね、ここをこうへっこませるってやると、このここが胸椎がね、動きやすいですので、ちょっとこういうイメージで動かしてもらうと、すごく動かしやすいと思います。で、腰椎も、一番いいのはね、こうやっぱ動かしてくださいっていうと、なんとなくね、こう全体的にこう、ユニットでっていうかね、全体的に背骨が動いちゃいますので、そうすると、そこをだけを動かすっていうことのね、トレーニングになりませんので、一番本当は絞ってね、ここを動かすんだよってやる方がいいですので、腰椎なんかはね、ちょっと触っていただくといいですね。最初にね、ここを動かすんだよってちょっと自分に意識してあげて、ないしこうやって反対側のお腹でちょっと挟み込むような形でこうやって動かすっていうのも一つ手ですね、はい、で慣れてくると本当に腰椎だけを動かせるってなってきます。はい。で、こう仙椎ですね。仙椎もちょっと分かりづらいところです。ですし、腰椎とね、ちょっとこんがらってしまいますけど、この仙椎をね、ちょっと触っていただいて、仙椎をだけを動かすということを。で、反対側の手でちょっと押さえるとね、ちょっと下腹部を押さえながら、ここを動かしていくよっていうことをね。仙椎もこういうカーブを描いてますから、で、実際に、他のね、背骨ほどこう、くっついてますね。基本的にはくっついて、もともとはこう、動いてたらしいですけどね。だんだん年とともに固まってきてね、一つの仙骨っていう風になってるんですけど、まあ微妙に動くとも言われてるんですが、ここをこう動かす。仙椎をこう心意気とすれば、こうなってるのを、本当にこっち側に持っていきたいみたいなね。こういう形でちょっと動かす。はい。で、胸椎。腰椎。仙椎。ね、私はすごい上手いわけじゃないですので、私もね、背骨の動き非常に悪いですが、こんな感じでね、座ったバージョンでも、こう、ね、常に、座ったバージョンでもできますね、こうやってね。例えばデスクワークの人なんかでもね、ちょっとこういう感じで。とか、腰椎、ね、仙椎。なんとなくね、こうできると思いますので、で、結構ね、これやると、座り仕事の人の腰腰痛とかね、それとか肩こりも取れますので、ぜひね、これ実践していただきたいなと思っております。じゃあ本日はこんな感じで終わりにさせていただきます。今日のね、内容もいいなと思っていただけましたら、いいねボタンをね、押していただいたり、これから先もね、こんな情報をお伝えしていきますけど、
お見逃したくないという方はね、チャンネル登録、お済みでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はこんな感じで終わりさせていただきます。おじさんチャレンジ応援団長、現役整体師プーさんでした。